トモソン5月男山は、北海道旭川市にある企業。全国各地に、男山の名を使用した酒や蔵元があるが、男山株式会社が本家を伝承している。旭川で創業した山崎酒造がかつて痛みにあった政党、男山の木綿屋山本本家を継承している。大雪山の伏流水と、清酒醸造に適した気候風土に恵まれている。 企業博物館の男山酒造り資料館を併設しており、男山に関する名品、資料、文献を紹介しているほか、試飲や購入ができるコーナーを設置している。敷地内には、工場緑化の一環として男山庭園を整備している。毎年2月の第2日曜日に酒蔵解放を実施して、出来立ての酒を楽しむイベントを開催しているほか、 旧暦の棚畑に合わせて、極水の縁を行っている。旭川市とピップ町の境にある都市商さんには、北海道内最大級の片栗群落を有する男山自然公園を所有しており、4月中旬頃から5月上旬頃までの期間の未開園している。男山は、1661年にご設計筆頭の、この駅が、伊丹の漁師として、 聖酒の醸造を推奨した頃に誕生している。当時の作り坂や木綿屋山本本家は、元禄から享保にかけて最盛期を迎え、江戸幕府の第八代将軍、徳川吉宗の御前酒になったと伝えられているほか、下り酒のブームを巻き起こして、元服の衆儀の定番になった。こうして、男山の使命は、美酒の代名詞となり、醸造家たちが次々に、 自分たちの酒に関して言ったが、その後の名田酒ブームなどにより、木綿屋山本本家は、明治の初頭に廃業した。昭和になると、旭川の酒屋、山崎酒造が、木綿屋山本本家の末裔を訪ね当てたことで、政党、男山が復活した。男山株式会社の前身である、山崎酒造は、初代、山崎与吉により1899年に、旭川で創業した。 当時の名手は、今泉、今与え明などがあり、大正から昭和にかけて3000国を超える国高になったが、その半数以上は内地への移入手であった。品質向上や蔵元団結を図り、戦時下の統制を乗り越えた山崎酒造は1968年の新社屋春光と共に社名を、 男山株式会社と解消し、同時に男山酒造り資料館を開設した。すでに男山を冠した商品があったが、この時に木綿屋山本本家の末裔の後院から政党を伝承する印鑑と納め袋が三代目山崎義吉に手渡された。その後、男山は独自路線で海外市場を開拓し、1977年から長きにわたって、 国際種類コンクール、世界種類コンクールで金賞を受賞しているほか、欧州種類コンクール、モンドセレクションなどの各賞を受賞している。一般商品季節限定主製化コイソン、誕生祝全国新種刊表会平成14、酒造年29酒造年国道39号沿いに立地しており、道路自動車道旭川高須 IC、北海道旅客鉄道旭川駅、 旭川市旭山動物園まで車で約15分に位置している男山酒造り資料館に関するカテゴリーありがとうございます。